はい、お疲れ様です。Vlog 作業日報を撮るのはちょっと久しぶりな感じですね。先週末ワクチン2回目接種しまして、結構熱が出て結構しんどかったです。まあずっと、週末は、まあ、土曜日も休んで、家で横になって、なんかプライムビデオとか見て過ごしてました。進撃の巨人とかあとマッドマックスとか見てましたね。今日は、ミニキャブトラック車検で入っています。U42T の型式なんで結構古いモデルですね。だいぶ懐かしい感じのシールドビームがついてます。ミニキャブのオイルフィルターオイルエレメント交換するのにこんな感じにするとミッションにオイルが垂れなくていい塩梅です。クリッパーのヘッドは、まだ組み上がっていません。SK11 のトルクレンチ、昨日レビュー動画上げましたがいかがだったでしたでしょうか。ちょっと触った印象としては、なかなかいい感じかなと思います。これを使って、クリッパーのヘッド早く組み立てやりたいですね。はい、今回はデフミッションオイル交換します。結構汚れてますね。鉄粉も結構ついてます。でドレンワッシャー交換するんですが、ドレンワッシャーうちではこういう感じで、1回セットのやつを買って、その後なくなったやつを買い足してるような感じで、やっています。大体は、バンセールで来る工具屋さんから買っていますね。あとその他、ネットで買い足したりもしています。あとクリップ類も、同じくその工具屋さんから、買っていますね。まあよく使う定番のやつ、これスズキのバンパーとかに使われてるやつですね。これよく壊れます。で、これが、ダイハツとかのバンパーに使われてるやつですね。まあまあ、これだけじゃ、まあ、全然足りないんで、他にもいっぱい種類置いてます。はい、こんな感じで、オイルが溢れるまで入れて、まあ、ちょっとこの溢れたのが、落ち着いたら、フィラープラグ締める感じです。デフやミッションオイルを交換する場合はこういったオイルを送る、なんだ、オイルを送る器具、こういうのが必要になりますね。DIY だとオイルサクションガンみたいなのがあればいいんですかね。こういうやつですね、オイルサクションガンがあればいいと思います。ドレンワッシャーの
種類の話なんですけど、まあよく多いのがアルミとか銅のワッシャーが多いですよね。で、まあアルミでも銅でもどっちでもいいとは思うんですが、母材がアルミの場合は、まあアルミのワッシャー使った方がいいのかなという気がします。多分硬さ的にはアルミより銅の方硬いと思うんで、そうですよね、違う場合はちょっと教えてください。で、純正採用されてるのも、アルミのミッションケースなんかには使われてるのはアルミのドレンワッシャーだと思うんですよね。まあ違う場合もあるかな。こういう鉄のデフケースだったら銅がいいのかな。まあ銅でもアルミでもどっちでもいいですかね。エンジンのオイルパン、まあこれは鉄ですけど、最近はアルミのオイルパンが多いですよね。アルミオイルパンにはやっぱりアルミのドレンワッシャーがいいような気がします。まあでも必ずしもそうしないといけないわけではないと思います。まあ自分はそうやって使い分けているっていう話です。はい、車検来ました。今日はそんなに混んでないですね。ただ時間帯が微妙で、3ラウンド入れるかどうか、休憩入っちゃうかもしれません。どうでしょうか。はい、検査無事合格しました。ギリギリ3ラウンド最後入れましたね。自分の次であと締められましたね。よかったです。はい、ミニキャブは収めてきたので、先月車検取った台車のワゴン R、 ちょっとプラグ交換するのを忘れていたというか、ちょっと後で時間空いたらやろうと思ってたのでまだやってなかったのを今ちょっとサクッとやろうと思います。はい、プラグ交換やってる途中なんですが、ちょっともしかしたらプラグホールオイル漏れもあるかもねなんて思ってたら、案の定3番のプラグホールちょっとオイル漏れ始めている感じですね。これは早急にタペットカバーパッキンやらないといけないですね。はい、とりあえずプラグ交換は終わりました。タペットカバーパッキンは、早急に交換したいと思います。はい、今日は、これから Vlog ちょっと編集してアップしたら、クリッパーのヘッド組み立てちょっとやろうかなと思っています。はい、では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。